バンコク、ポイントルカート。まあ、敵はいないよな。なんか全然ね、ここには人がいなさそう。ん？いや、そんなことなかった。あ、変なのがいましたね。もう、ラットロー近い。まだいっぱいいるみたいだな。困ったね。ん？これランチボックス？ローン担当者の机。あ、バックアップ。なんでこんなもんが無造作にこんなとこに置かれてるんですかね。よくわからないけど。バックアップみたいなの置いてありますと。なんでしょうこれ。箱を開ける音声パスワードはネバーモア。箱を開けるパスワード、なんかの箱があってそれをまたねバックアップって言ってもよくわかりませんけど。ん？キャップがいっぱい置いてある。クリップボード、金庫、このターミナルで開けられるか。そのパスワード入れる、セキュリティアップデート、ナショナルセキュリティアップデート、なんだこれ、なんかよくわからん。メモ、貸金庫ルーム、シフト終了メモ、なんだろうこれ。金庫ルームでなんかあのテープをね再生することによって開けられるかもしれませんってことなのか。なんかあの、テープ、ホロテープをね、いくつか再生、バックアップってやつかな。うわ、すげえいっぱい、ものが。はぁ。こっちもハード。わぁ。釣り竿。こっちは大したことない。ハードなのに、ハードの方が大したことない。さあ、貸金庫ルームね、っていうのはどこにあるのか。あれ？こう崩れちゃってる。これ進めないね。なんか別のところに。あ、うわ。ここか。これは開く。わ、音声。いらっしゃいませ。わ。ワンコムセキュアテラーです。うん。音声認証をお願いします。音声認証。チーズ。これもなんかね。プロセス中。ネバーモア。プロセス中。パスワード確認。お。音声 ID 不適合。アクセス拒否。あ、拒否。ユーザー音声が正しくありません。うん。なるほど。じゃあ、あのテープをね、流せば、大丈夫なんでしょう。うわぁ。金庫っていうのは、ここで開けるってことですね。よし、わかった。なるほどね。じゃあ、ここでホロテープを再生しましょう。これかな？箱を開ける音声パスワードはネバーモア。ほら、おお。データ。こんなんね、テープにとって
それを流したらゲットできるなんてね、そんな しかも しょぼいな、これ。大した、まあまあ、こういうもんだと。じゃあもう一つのね、メインのやつの方をちょっと、これか。銀行に行き、シン・チェン・ウェンというパスワードを使いなさい。プログラムは我々の音声だけを認識します。これでいける。あれ？ああ、開いた。うわ、なんかいっぱい。ホロテープ、ホロテープとお金が、ありましたね。なんかね、謎解きしてるみたいでね、面白いですけどね。まあ、謎解きってほどのあれでもないですけど。ミスターちゃん、ご存知の通り、中国の重要な調査船がアメリカ領海で沈没しました。任務あら、は、遺棄された潜水艦 SSN 潜水 371A を艦、アメリカ人が手に入れて分析する前に破壊することです。潜水引き艦揚げの地破点は調査報告書に記載されています。与えられた偽の身分でアメリカの引き揚げ作業に参加できるはずです。しかし、自爆シーケンスを作動させるには承認コードが必要となります。付近に潜伏しているヤンの歯にカプセルが仕込まれており、コードはその中に隠されています。しかし、彼女の居場所は不明です。ヤンと合流して潜水艦を破壊するのです。任務が完了したら隠れ家に向かいなさい。脱出に関する詳細を伝えます。ミスターちゃん、人民の魂のカゴがありますよ。なんでしょうね。まあ、なんか潜水艦を破壊するみたいなところことをね、やるんだっていうことですけど、クエストは進むのかな。ヤン、足取りを調べる。どうやって足取りを？とりあえずここに来いってこと？とりあえずこの銀行はもうね、用済みっぽいので、出ますか。うわ、お、なんだ、モンテッド、容疑者、なにこれ。はあ。ヤン。これ女性なんですかね、これね。でも、これは200年前のお話なんですよね、多分。今の話じゃないですもんね、これね、多分ね。こういう骸骨みたいな人たちが生きてた時の話ですよね、多分ね、これ。はい、ちょっとね、銀行から出てきた時に結構、一瞬フリーズしたかなと思ってびっくりしたんですけど、大丈夫だったみたいですね。クエストを先に進めましょうということで、クエストは、ヤン諜報員のヤシドリを調べるってことなんですけど、ここに行けっていうね、ここに一体何があるのかっていう感じですけど、よいしょ。うわ、結構モールラット相手に。こういう敵が多いのかな。もう一匹いたような気がしたけど。まあいいか。ここに何かがあるって。なんだろうこれ。とりあえず入ってみる。新兵募集所。ああ、それ系の敵か。ショットガンが、シェルがいっぱい。なんだこれ。ミニニュークだ。
ぬからんちゃん持ってきたかな。机から救急箱。ああ、ん？密造酒。ちょっとこのターミナルね、とりあえず開いてみましょう。フィールドレポート。うん。ああ、足取りがつかめそうな情報が。ん？タートルダウ収容所に収監された足取りを調べる。うん。タートルダウ収容所。一般公開容疑者。うん。使われていた別名、ジーミー・パトリック、マリア・ロペス、スタンリー・テリック、5本爪のドラム。はい。フォトファイル。ああ、これはね、うん。外にポスターがね、飾ってありましたけどね。じゃあ、この金庫はあれか。別か。よっ。ああ、すごいいっぱい、ものが。なんとか収容所っていうのがありますと。ちょっと遠いのかな。あ、結構遠いんですね。この一番端の。はい。ということでね、こっからはね、結構遠くになっちゃうので、最初にカルバート邸ね、行けっていう話もありましたんでね、ちょっとその屋敷を調べる。こっちをね、ちょっとやっていこうかなと思いますね。まあ、先にでっかい屋敷が見える。うん。いやー、広い。その途中にある、これはなんだ？ビーチビューキャンプサイト。うん。なんだ？なんだこれは。クリーパースクラッパーな、変なのがいる。ついにね、新たな敵に遭遇したっぽいですけど。うわ、なんだ、怖えな。なんだ、うわ、銃持ってやがる。あれはなんだ、うわ、非常に不気味。うわ、なんだあれは。あれも敵なのか。うわ、なんだここは一体。これは敵なのか？敵だよな。うわぁ、襲ってきやがった。うわ、強っ。うわ、強いぞ、こいつは。ふぅ、やばい。想像以上の硬さだな。大丈夫かなこれ。やばいなこれ。クリティカルだったね、一発。ところで、ここは何なんだ一体。え？
何これ、うわこれなんか触ったらね、なんかダメージ食らいそう。うわラットか、なんだここは一体。なんか人がね、人というかあのクリーパーだかスクラッパーだかこちらがたむろしてるとこなのか、よくわからないなぁ。なんか薬とかビールとかいっぱい散乱してますけど、なんだこれは一体。うわいっぱい食べ物、薬、飲み物、うわなんだこれ。何ここ、文化フルーツの木、あ取れた。文化フルーツはここにいっぱい生えてるのね。採取できるんだ。なんかね、なんかスカイリムっぽい感じ。スカイリムとかオブリビオンみたいなね。身が取れますみたいな。なんかそんな感じです。はい。とりあえずなんかここ、キャンプ地というかね、駅地みたいになってる。いやー、もう完全にあれね、ホラーですよね。いや、ちょっとなー。こいつらの強さを目の当たりにすると、ちょっとこのショットガンでもね、ここも元なくなってくるけど、大丈夫かなというね。もうちょっと壊れてからあれしようかな。そうか、レザーアーマーじゃちょっと厳しいかな。さああのね、カルバート邸、カルバート邸近づいてきました。完全にね、なんかバイオハザードの世界ですよねこれね。いやーやばい、あの敵の強さをねちょっと知ったらですね、ちょっとね怖いですね。なんか入るのがね、あれにね、どんどん襲われると死んじゃうかもしれないね。はい、じゃあここら辺でちょっとセーブしとこうかな。いやーね、もういかにもというね佇まいですけど、いやーすごいすごい雰囲気がある。周りには何もないかな。キャラクターすらなさそうですね。うちはなんかね、お墓とかがねありそうですよね。なんか完全にバイオハザードの世界これ。ゾンビですよね、あのなんかねクリーパーとかね、あれもねおかしい。そういうのね、お前はドライバルじゃないな、こっちに手を貸せ、奴らを追い払ってくれ。主人が助けを求めている。おいお前、ふざけてないで手を貸せ、でないと次にやられるのはお前だぞ。はあ、分かった、じゃあ入れってことなんだな。さあ中でね、助けを求めている人がいるなんてね、ちょっとまあ助けを求めるってからにはね、なんかね襲われてるんでしょうね多分ね。なんか物を取ってきて、うわ永遠に眠れ。こちら敵か、うわああ、そいつが主人か。手を貸してくれ、死にたくなかったらな。え、グールか。うわ、なんだ、夜通し攻めてきやがる。中の壁も破られるぞ、ついてこい、確かめに行く。なんだと、あいっぱいなんか武器あるけど、ちょっと後にするか。ちょっとアサルトライフル、取っていくかな。すげえ武器だな。
運びきれなくなる。まあ一応ちょっと今ね待ってくれてるみたいなんでね、その隙にいっぱい取っちゃおう。いやちょっとショットガンね、ちょっと2発しか装填できないので、うん、ちょっときつい。まあいいか、ショーンピストルちょっと削ってしまった。うん、うん、うわ、ここもなんかいっぱいある薬だ。噴火実験なんだこれ。くわ、わけわからん。噴火実験はアクションしても特に何も起こんないみたいだけど、さあ結構ね、結構な物資をいただいてしまったけど、うんうん、どうこっちだ。びっくりしたぜ。うわ、まだか。うわあ、危ねえ。ついてこい。あれ、こいつら不死身なのか。犬は不死身っぽい。ねえ。いやー、ちょっと待って、今ね、死ぬとこだったな。死ぬ寸前だったな。危なかったな。いやー、攻撃力は強いのか。いやー、恐ろしい。ちょっと火炎放射器でも微妙だったな。どうしようかな。ガウスライフル、もうちょっとじゃ、どんぐらい使っちゃったのかな。472、弾薬がね、何秒間打ち続けたらどのくらい減るとかがよくわかんないのでね。2階に行くって。そこのドアの向こうから2階に上がって、うん、奴らの侵入を食い止めろ。私はここでモニターをチェックする。急げ。どこ、階段ってどこだよ。階段って、え、違う、階段がわかんないんだって。うわぁ、死んだ。久々に死んだなぁ。そうか。いや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 、死ぬか。